はい、こんにちは。こんにちは。ひとりさんのひとりごとのコーナーです。ですね、今日のテーマはですね、ひとりさんの精神論はここが違うんだということなんですよね。でもちろん、私は十分分かってます。精神論なんて立派なことを言えるような、立場でもないし人間でもないんですけど、時々いろんな話をするんだけど、あ、ここが違うんだということを分かっていると、すごくこうビデオを見た時やなんかね、話が辻褄が非常に合うんだということなんですよ。ちょっと過激な話をするかもわかんないんですけれどね、勘弁してくださいね。分かりやすくするためなんです。例えばですね、よく外国の人でこう手から何か出すと、物質化現象って言うんですけどね、粉が出ただとかね、宝石が出ただとかで、あれはインチキなんだって私が言うんですよ。で、私あんまりそういうもの認めないんですよ。で、どういうことですかって言った時、種があれば手品ですよね。何がインチキですかって言うと、昔なんとかマリックさんとかっていうのいろんなもの出して、あの人は手品師なんですよ。でもこれを超能力だと言っちゃったら、これインチキですよね。で、本当に出してたとしますよ。本当に出てたとします。物質化現象やってるとしますよね。そうすると、本当はね、その人は自分のもんでいろんなもん出しゃいいんですよね。ということは、あり余るほど出せる人間が、ね、例えば私がですよ、米蔵に米がいっぱいあると。財産がいっぱいあると。それなのに、貧しい人たちから寄付もらって食ってたら、私はインチキですよね。はい、でそれを言ってるんですよ。だから、本物だろうが偽物だろうが、偽物なんだ、インチキだれかって、それを言いたいんですよ。本当に出たとか出ないとかじゃないんですよ、私が言ってるのは。で、私が言ってる精神論と、普通は手品もできないですよね、普通の人って。ましてじゃ本当に何か出すってできないですよね。じゃあできてる人いますよ。本当に手からこう何か出しますよ。ね、こうやってこう何か出したとしますよ。じゃあその人ってサンドサンドのご飯こうやって出してますかって、出してないでしょって。あんたの出したものは何の能力もなくて、手品もできない、手からだ汗ね、で汗ぐらいしか出ない人っているじゃないの。そういう人が手に汗して耕した米とか、ね、湿地になって海で魚取ったりしたものを食べてんでしょって。ね、そうすると、どういうことですかって言ったとき、ね、私は超能力があるの。超能力で、ね、東京から、ね、九州の人に波動とか電波を送れるんだ。それはいいよって。あ、いいよって。じゃあ、私が、あっとか、いいとか、うとか、言うから、あんた当ててごらんってするよね。百発百中に当たりますか？ね？長い文面言って当たりますか？って。ね？超能力者同士でそれやってたら、ね？電話なくても会話できますか？できないでしょっての。ところが、ね？何の能力もなくても、雨が降ったってね？雪が降ったって一件ずつ、ポストに入れてる郵便屋のおじさんっているんですよ。ね、ああいう人たち、私なんか手紙書くと百発百中で届くんですよ、日本って。百発百中だよ。すごいでしょ、それ。ね、その凄さがわかるということなんですよ。ね、だから、手から何か出したらすごい人に会ったんだ。攻撃するけど、私に言わせると、前歩いてるおじちゃんとか、米作って、黙々と米作ってる おばさんの方がすごいから、どこで誰に会ってもすごいすごいって、すごい人に囲まれてるから嬉しいんですよ。みんな本当はすごいんですよ。ね？で、その凄さがわからないで、特別ななんかやった人だけすごいすごいと思ってんだよ。ね？あのね、東大の学長だってすごいですね、すごいですねって、だって、てめえで米も作れないんだよ。飢え死にすんだよ、自分一人でいたら。
みんなに寄ってたかってね、食わしてもらってんだよ。だその人も必要なんだよ。ね、あんたいらないって言ってんじゃないんだよ、俺は。みんな必要なんだ。みんなが必要なんだよ。ね、手からこうやってなんか出してみんなびっくりさせて、ね、寄付もらってんじゃないよ。ね、例えばうちにいるみっちゃん先生の、ご両親なんだ、ね、サラリーマンだったんだよ。そのサラリーマンの人が、子供二人私立に生かして、切り詰めて切り詰めて、何にもできない、特技がない人が、子供二人私立入れたりするんだよ。ね、裸で生かしてんじゃないんだよ。洋服着せたりね、いろんなことして生かせるんだよ。これはすごいんだよ。なんかできる人よりできないでやってる人のはすごいんだよ。普通の人ってのはね、欲しいもんあったからって。ね、うちの社長たちもみんなそうだよ。誰でもそうなんだよ。親やなんかってみんな戦後大変な思いしながら育てたんだよ。ね、なんか呪文を唱えてなんか出したんじゃないんだよ。欲しいもんがあると、高いもんだったらローンやなんかで買ってんですよ。ね、で今の人みたく、なんかサラ金でガチャンとやって返せなくなって自己破産しましたとか、そんなんじゃねえんだよ。そういやない人が、年寄りやなんかいっぱいいるんだよ。うちのここの前の道路だって、俺が生まれた時にあったんだよ。そういう、何の能力もない人が、えっちらおっちら作ったんだよ。それがすごいんだよ。そういうの使ってんだよ。郵便だって電話だってそうだよ。超能力者がガーッと考えたんじゃないよ。ふざけんじゃないよってな。で、なんでそんなもんばっかりに目が行くんだよ。精神論ってのは何にもないことが幸せなんだよ。ね、何にもない人がやってっからすごいんだよ。で、そのことが分からなきゃいけないんだよ。ね、特殊な能力があってすごいですねって。何がすごいんだよ。ね、特殊な能力もなくてもみんなが頑張ってんだよ。ね、電話よりね、すごい特殊能力ってどんなんだよって。ね、こうやってやら少なわんだよ。ね、もっとすごい超能力見せてもらいたいもんだよ。本当に。ね、ケツが10センチ上がりましたって、全日空なんか何百メートルつけて空飛んでんだよ。あれみんな頑張って働いてんだよ。ね、それがすごいんだって、その普通のことに凄さを感じる。これが、うちのね、うちの精神論なの。だからうちの精神論の中にオカルトも何も入ってないの。それがすごいじゃないか。ってみんなで言ったら周り中すごい人だらけなんだよ。嬉しくなっちゃうんだよ。すごい超能力者以上なんだよ。超能力もないのに頑張ってんだよ。超能力があるのに人から金もらってるやつよく聞きたいこの話。本当に。ね。みんな頑張ってんだよ。だからみんな頑張っていきましょうっていう。私も頑張ります。みんなで頑張りましょう。